機関車ガイアリンク、内場様の方からよろしくお願いいたします。はい。そしたらまず画面共有をさせていただきます。私、株式会社ガイアリンクの内場と申します。よろしくお願いいたします。私どもガイアリンクでは2つのメタバースプラットフォームをご案内しておりますが、本日はすでに多くの自治体様でご利用いただいているバーベラをご紹介させていただきます。時間がないので弊社の紹介は省かせていただきます。皆様、こういった課題はないでしょうか？若者の移住定住や地域の方々の交流を活性化させたい。不登校児童や地域の方々の交流を活性化させたい。また、不登校児童の支援をしたいがいい方法がない。また、地場産品や地元企業の製品を内外に広く知ってもらいたい。こういった地域の課題やニーズは自治体の皆様、いずれもお持ちかと思います。こうした課題を解決するためのツールとしてご利用いただけるのが、このバーベラです。バーベラの特徴として、ここでは3つご紹介します。まず1つ目、行動心理学の観点から作り上げられた、他のメタバースと比較しても異例で疲れない没入感のある空間であることが挙げられます。ユーザーが親しみやすく直感的に利用できるよう工夫されています。私も他のメタバースを使うと酔って気持ちが悪くなってしまいます。いわゆる 3D 酔いですが、こちらは、バーベラは長時間使用していてもそういったことはありません。操作も非常に直感的で簡単ですので、ストレスなくすぐに慣れていただけると思います。二つ目に、バーベラには様々なニーズやシーンに合わせた多様な VR 空間があり、早ければ3営業日以内にご利用いただくことが可能な点。こちらは後ほどご紹介します。そして三つ目、サブスクリプションでご利用いただける空間があり、フルオーダー型のメタバースに比べて導入コストが安価な点です。それでは、いくつかの VR 空間をご紹介します。まず、最もご利用機会が多いのが、資料左のオフィスタイプの空間です。こちらは、月額サブスク対象の空間で、オフィスとしてだけでなく、学習塾や不登校児童のコミュニケーションの場として、また、企業説明会などイベント会場として幅広くご利用いただいています。右側の大規模行動の空間は、画像や資料を投影できるスクリーンが壇上に配置され、講演会場や移住促進などの大きなセミナー会場としてご利用いただけます。その他にも、ビッグサイトや幕張メッセのような展示会、日本一ができる空間や、個人ごとに座れる学校や塾のような教室タイプの空間もあります。こうした多様な空間を一つに集約した街のことをプライベートキャンパスと呼び、この街全体を占有することも可能です。プライベートキャンパスにはサッカー場やキャンプ場、ライブ会場といったレクリエーションを通してコミュニケーションを向上させることができる仕掛けが多数あります。その他の機能として、画面共有やカメラ映像を共有できる機能、ウェブスクリーンや各空間の入退室ログが取れる機能、リアルタイム文字起こし翻訳など様々な機能を備えています。ここでほんの一部ですが、自治体の利用事例をご紹介します。今回、種別を教育としておりますが、教育分野に限らず、観光振興や福祉の面など、地域課題を解決するツールとして幅広くご利用いただいております。北斗市様は若者の移住促進を目的とした婚活イベント、豊田市様は若者向けの地元企業の展示、合同説明会を、松江出雲商工会様は観光や商業を内外に発信し、交流するプラットフォームとして、愛媛県様がやられている不登校や引きこもり児童の自立に向けた人とのつながりやコミュニケーションの場所として、また、そういったお子さんを抱える親御さんたちが集える場として利用したいというお声も最近は多くなっています。また、資料には記載がございませんが、
この夏、東京都のマイス案件での活用として、採用決定されましたことも付け加えさせていただきます。最後に価格面になります。同時接続数10名のオフィスタイプの空間であれば、月額2万2000円でご利用いただけます。あくまで同時接続数ですので、同時に10名を超えなければ、例えば50名が入れ替わりでご利用いただくことも可能です。メタバースはどうやって活用したらいいかわからないという自治体さんからのお声もお聞きします。自治体さんによっていろいろな課題があると思いますので、一度お気軽にご相談ください。以上になります。ありがとうございました。はい、内間様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、メタバースという言葉が去年とてもブームになり、そして多くの事業者の方にとってみて、メタバースの見直しという機運が動いている中、バーベラのこの非常に上質で使い勝手のいいメタバースというものは、決して民間会社だけの話ではなく、パブリックのスペースとして自治体の皆様方が体験をいただくことによって住民サービスにつながるものであるという視点が、今日のお話の中から伺えるのではないでしょうか。ぜひメタバースを身近なものとして感じていただくトライアル、このガイアタウンのサービスというものを一度お手に触れてみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。これからもまたお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。